ローラント・ベルは、フランスのフィギュアスケート選手、プロフィギュアスケーター、アイスショープロデューサー。ローラント・ベルは異色のスケーターである。まず第一に身長が190センチメートルもあり、振り付けはコメディが中心でまるでサーカスのようである。3歳から、姉と一緒にスケートを始める。そしてすぐに競技会に出るようになる。 1984年と1985年の2年は、フランス国内選手権のノービスクラスで優勝する。1987年には12歳になり、世界ジュニアフィギュアスケート選手権で12位になる。1988年には3回転をマスターして、フィリップ・キャンデロロに次いで、ジュニア国内選手権で2位になる。その年に身長が急激に伸びて、 8インチも身長が高くなる。ローランは身長が伸びたのでアイスホッケーかサッカーの方が身長を活かせて有利になる。バスケットなら身長の高さはアドバンテージになるけれどもフィギュアスケートでは不利になるのではと思った1989年から1992年までの4年間は怪我に悩まされた。シャンピニー・シュルマルヌのリンクで コーチのアニック・ディモンとペーター・トレントから指導を受けて競技会に復帰する。1993年のフランス国内選手権では10位になる。同世代にフィリップ・キャンデロローやエリック・ミローがいたので彼らが引退するまで優勝するのを待たねばならなかった。96から97シーズンには様々な国際大会に出るようになる。 まず1996年11月のラリック杯では6位に入る。彼はこの結果に自信をつけて12月のフランス国内選手権に挑む。国内選手権では3位になり、1位は実力者のフィリップ・キャンデロロ、2位の新名ティエリー・セレス、そして3位がローラン。世界選手権の枠は2枠であり、本来ならローランは派遣されないはずであったが、 セレスがヨーロッパフィギュアスケート選手権で19位の惨敗を喫したためフランスフィギュアスケート連盟はローランをキャンデロロと共にスイスローザンヌの1997年世界選手権に派遣することに決めた。初出場で13位という成績を残し観客から拍手大喝采を浴びた。ピンクパンサーの曲に乗せたコミカルな演技で一躍有名になった。 97から98シーズンはまずは、ロシア杯に出場し、前年のラリック杯同様、6位に入る。フランス国内選手権では、前年よりも、順位を上げて2位になる。これは、キャンデロロが風邪をひいて、ショートプログラムを割った時点で棄権したためである。2位ではあったが、フランスの持つ、世界選手権とヨーロッパ選手権の派遣枠は2つしかない。 一つはキャンデロロ。もう一つは一位になったセレスである。そして長野オリンピックの枠は一つしかなく、そこにはキャンデロロを派遣が決まった。結局ローランはオリンピックへ行くことができなかった。しかしキャンデロロが長野オリンピックで銅メダルを獲得し、プロに転校したためローランは1998年ミネアポリスの世界選手権に派遣されることになった。 順位を前年の世界選手権より落として16位に終わる。98から99シーズンは2つのグランプリシリーズに出場。スケートアメリカで6位、ラリック杯で5位になる。そしてフランス国内選手権でついに優勝する。これで初めてヨーロッパ選手権に派遣されることになる。1999年プラハで行われたヨーロッパ選手権では、 今までで最も良い出来で、初出場にもかかわらず5位に入賞。続く3月のヘルシンキでの世界選手権のフリープログラムでは3回転アクセルマイナス3回転トゥループ、3回転フリップマイナス3回転トゥループの難しいコンビネーションを2つ成功させ、さらに単独の3起点アクセルも成功し、すべてのジャンプをクリーンに降りて8位に入賞し、 彼の選手生活の中で最も良いパフォーマンスになった。ローランは2002年ソルトレークオリンピックへの夢を持ち始めていた。例年通りにシーズンが始まり、スケートカナダで6位、ラリック杯では表彰台まであと一歩の4位まで登り詰めた。しかし成功もここまでだった。フランス国内選手権では5位。国内選手権が5位ではヨーロッパ選手権も 世界選手権にも派遣されない。ローランはまだ現役を続けることを考えていた。シーズン初めから膝の痛みに悩まされてラリック杯を欠場。それでも痛みを押して NHK 杯に出場するも最下位の12位に終わる。フランス国内選手権では前年と同じ5位。そこで彼はアマチュアを辞めてプロへ行くことを決心した。 2001年1月に引退を発表。最終的にオリンピックへ行くことはなかった。プロに転向したローランは、フィギュアの柄大会に出場する。柄では、小要素が大きく、彼は、トレードマークのコメディ的なパフォーマンスを見せた。2006年の4月から6月までは、イタリアのテレビ番組賞のノッチするギアコ、イコールナイトオニアイス、氷の上の夜に出演。 これは北米でもやっているドキュメンタリー番組でプロフィギュアスケーターとセレブを一組のペアにして競わせるものである。ローランは2006年ミスイタリアのイディエレフェキアラマスコッタと組んで彼女にスケートを教え決勝まで行った。優勝は他の組に譲った。2006年の終わりにはアイスショーのプロデューサーとしてのキャリアを始める。 たくさんのパートナーとアイス紹介者を立ち上げ、ローラントベルエンターテイメントを設立。アマチュア時代の経験もここで生かされる現在彼は、イタリアのミラノ近郊のロンバルディアのバレーゼに在住。2002年に父親になり2児の父である。190センチメートルという長身にもかかわらず、6種類の3回転を高い確率で成功させる。 三回転アクセルをプログラムに二つ組み込み、また三回転ルッツマイナス三回転トゥループ、三回転フリップマイナス三回転トゥループという難しいコンビネーションも成功させている。手足が長いのでジャンプを降りた時に両腕を横に開くとそれだけで独特の大きさを感じさせる。彼の最大の武器はジャンプの正確さとプロのアイスショーのような表現。 演技を盛大に盛り込んだコミカルなプログラムである。しかめっ面をしたり、ドタバタと走り出したり、パントマイムをしたりおおよそ、フィギュアスケートらしくない動作も演技として見せている。ありがとうございます。